はい、皆様、こんにちは。ニュージーです。ガムくっちゃくちゃ。これを聞いて皆様ピンときますかね？もうピンと来るでしょう。ピンと来たでしょう。当時私、パワハラ上司と働いておりまして、私がそのパワハラ上司の部下ですね。その人はね、何か案件が入ってとか、イライラするととかね、ムカつくと、怒ると、ガムを噛むんですね。当時はね、ブラックブラック、今もあるのかな、ブラックブラック。ブラックブラックっていうガムをね、噛むんですよね。ほんとその人分かりやすくて、なんか気に食わんことがあると、ガムを噛み始めるんですね。あとこう、相手を威圧したいときとかね、相手に対して何か負の感情を持ってるときっていうのはね、ガムを噛むんです。だからね、そのブラックブラックというガムはもうバカ売れですよね。ロッテだったっけな、ロッテさんかなんかのブラックブラックというガムがあるんですよね。もう、イライラしたらね、ガムをくっちゃくっちゃ噛むんです。当時はね、私の机とその上司の机、もう真向かいというかね、真横でして、もうあの音がね、忘れられませんね。あのくっちゃくちゃ噛む音、見苦しいよね。いい年こいた人が何かね、イラつくと、怒ると、何か抱えてると、余裕がないと、ガムを噛むんですよね。皆さんの周りにそういう上司いませんか？イラついたらガムを噛む上司。あれはひどかったですね。ガムくっちゃくちゃ上司、よろしく。